ハンマ裕次郎はテーブルマナーに明るいが、息子ばきにマナーを教えてこなかった。ジャック・ハンマは父裕次郎からもらった唯一のアドバイスとしてバイキングを教えられた。そして彼は強盗を極め、満を持してバキラ編の先陣を切った。オロチ克巳は明らかに腕の色が違ったりする。この理由はかつて別の腕を移植していたから。また花山薫と対戦した花田純一はこれまで目立った活躍がなかった。その花田は元部流免許開伝の実力者であり、バキラ編でも指定の会話が描かれた。また現在花山の左目は白く描かれており、これは宮本武蔵に切られたからだと思われるが、特に言及されていない。